はい、ちょっとあの B さんに説明しながら言ってもらいたいんですけど、この後いいですか、ちょっとなんか株の説明していただけたら。説明、 説明ある、なんかこれはこう管理してるよという感じで言っていただけたら嬉しいです。もう説明することはほとんどないんですよね。ちなみにこの底面給水っていうのはもう皆さんにお伝えしていいんですか、その動画で。あ、うん、あいいんですか。ただ単に俺が勝手に考えて、はい、勝手にやれるだけで、あ、なんかここ隠しとった方が一応企業秘密的なことではあると思うんで隠しとくもん。これは結局はよ、はい、自分とこの環境で、はい、温度、まあ温度を上げないかんね、35度ぐらいに上げないかん、はい、湿度を高くせないかん、はい、でこのビニールハウスの環境でできる方法が俺自身はこの方法やったらいいだけ。結局発根管理に対しては、はい、これの意味はないよね。場所が大きいんで、うん、穏やかに1日が温度とか湿度が変化するぐらいで、はい、それ以外にみんなとやるような方法と変わるところって一個もないと思う。ああ、そうなんですかね。これが唯一変わるとしたら発根してからや。あ、発根してからはめちゃくちゃ成長する。お、言うたら鉢内でね、納めんでいけん地植えとほぼ一緒やん。あ、まあそうですね、うんうん、発根するまでは、はい、みんなと一緒、うん、ただ普通のガラス温室よりは広い、ね。おまあそうですね、この管理だったらその前も言われてたと思うんですけど、その下の方で根っこ吸って水吸って、うん、上の方は乾燥させてで、そうそうそう、はい、これ酸素吸わしてこうやけど、 そうですね、それは発根してからの話やっけ。あ、そうなんですか。発根するまでは、はい、あんまり考えらんないよな。いやでも水があるとあるとこでやっぱ水耕だで管理されてる人もおると思うんですけど、うんうん、それ水につけっぱなしなんで水がないと、うん、やっぱ発根しにくいんかなって思ったりしますけど、ね、あ、まあそうですね、水よりはいいよね。だけど水につけとって腐るんやったら、はい、まあこれ霧吹きも湿度もめちゃくちゃ上げるよ。ああ、そうですね。上げてもええと思うよね。みんな上げたら腐る言うかもしれんけど、まあ、あ、そうですね、上げる人はいますよね。水耕に水につけとる時点で、はい、腐るよね。そうですね。で、俺は単純に思ったけど、ああ、僕はあの、その、なんですか、湿度と乾燥の極限、あの、なんですかね、うん、相当な差が必要なんじゃないかなって思ってるんですけど、うんうんうん、で、土耕でこう水につけずに水やって乾かしての繰り返しで発根促進になるんかなと思ってたんですけど、そうそう、まあそう、はい、ウェット&ドライよね。あ、でもその方法だったら僕はちょっとあの水やりが足りなさすぎて枯らしてしまうことがあるんですよ。これがね、はい、俺もそれで思って、水を目が探さすために、はい、乾燥ドライの時間を作るために、はい、水やりは乾水は大体1週間に1回しかする。おお、そのハミズっていうか、うん、ハミズはもう毎日ですか。毎日9時、はい、12時、はい、4時、6時、はい、で、うん、気温が上がらんなった時はあの夕方はやらない。ああ、そうなんですね。この今はハウス内の温度が上がるけど、はい、前に温度があんま上がらん時に、はい、夕方のハミズは、はい、あの、まあ、そもそも、うん、火が出なかったら湿度が上がるやん、はい、この装置だったら、はい、やらんだよ、ね、90くらい。ああ、そうですよね。日中は今度は下がる、はい、50くらいのでやった方がいい。あ、管理ができる時間帯は、はい、で極力やって、はい、夜の時間になったら湿度は勝手に上がるけんやる必要ないんだけど、けど今は夜遅くするんだ。ああ、そうなんですね。温度が32度、33度くらいに保てるようになって、まあ、湿度があったら温度高まなりますもんね、うん、はい、でもいつもこれ湿度が高かったら腐るかもわからんけど、はい、湿度が高かったら芽吹くスピードが速いんだったら、はい、同じやん。そうですね、はい、ただちょっとでも速い方がいい、あ、いう考えで、はい、バンバンやるね。あ、僕もあれです、あのメーデール水を霧吹きでかけてるような感じですね、うん、それ意味があるかどうかわからんけどみんなが言う、いや、メーデールは効果あったんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとおまじないとして、はい、うん、まあ俺も交互にやるよ。あ、そうなんですね、うん、あ、HB 使ってるんですね、うん、その意味も匂いがいいし、ね、めっちゃ高いですよね、でもいや、そんな高くないそうですか。いや、希釈したら3倍くらいしますよ。希釈したら一緒やな、ね、1000倍くらいで希釈しよう、はいはい、100倍で希釈しよう、はい、こんな値段で言うと同じやな、あ、100年 HB の方が安いんやな。そう、そうなんですかね1000倍で1000倍よ、これ。あ、この量1000倍よ、はい、この量100倍よあ、まあそうですね、
これ見て100ミリと500よ500あこっち確かに HM の方が安いですね安い1000倍やったらはい最初は2400円こっち1100円ああ倍やけど、はい、実際 HM の方が効果もあるんですかそんなにどっちがいいか試したことはないああそうなんですねもう最初に一番最初発根管理した時にはいみんながやりよるって聞いて、はい、それやったら俺もやろうでおまじないやねあへこういうんってわけでやらんかったらあのダメな時であるよあそうですねギャルさんと一緒あった方がいいっていうやつですねそうそう、はい、飲まんよりは飲んだ方がいいやろあそうですね、うん、あまあおまじないですねあちょっと待ってくださいね、はい、でこうなった瞬間にうわ発根したでこれ発根した葉っぱやんとか言って、うんはい、これ飲むよねこれ瓶でもええやんねあこれが根がバンバン出だしたらこれに全部この色に変わろう、はい、これは全部光合成したけどそこから光がいるんやなかろうかと思って、はい、逆に言うたらクロロフィルがよ、はい、煮えてよ、はい、外部まで緑になったのが怖くないそうですねなんか本当に、はい、逆に怖いよねああそうですねそのなんですか光が強すぎるとこはそのパキプスとかあ、パキポとかグラキリスとかも日焼け対策でちょっと象色っていうか灰色になってくると思うんですけど、うん、やっぱあの、ねはい、欲しいとこは欲しいとこでその体にも増やしていくんかなと思うんですよね、うん、まあ他人方増やすんやなああ日本に来てから日本産は緑なんやねそうですね緑のままが多いです ね、はあ、光が弱いよねそうですねここまで来たらこれもう絶対根出とるよね。根見んでもない。そうですね。これまだ枝が出てないよこれ。ああ、やっぱり枝が出たら発根したって認めてもいいんですかね。それか仮の方法よね。ああ、今まで順調にやっとったら OK ですかね。ど水耕で芽吹くん早い。はい、そうですね。水ガンガン吸っとしたらよ。はい。別に根がなかったら水ガンガン吸うだけ、はい、枝ぐらい入るよね。入れるんですか。入る。ああ、そうなんですね。もう発根してからじゃないとそあの余分な体力できんのかなと思ってたんですけどいやもうこれ発根してないけどね多分なんぼでも出てるやんおちょっとちょろねくらい生えとんじゃないですかいや生えてない生えてないんですか生えたらもう葉っぱの色が違うのにこれあこれ、まあうね、もうギリギリ耐えとるぐらいよ二度刺した瞬間アウトやけんあこれ発根管理300日ぐらいやけんへえ2月15日から去年なんですか、うん、で水耕を9月22日までしてはい9月22日に植え込んで、はい、みんながもう植えろ植えろ、はい、もういろんなこと試してカルスを削るとか、はい、あの乾燥させて、はい、あのルートを塗ってまた水耕せとか、はい、いろんな先輩らに教えてもらったけど、はい、どんなことやってもらうほなある人が、はい、そんなに繰り返してる間に、はい、体力落ちて一瞬で枯れるあ今もうちょっとでも体力があるうちに腰水に切り替えたらいい、はい、でこう腰水に切り替えて9月22日へえ水耕の場合は毎日洗うやんもう俺はスポンジでこするよあこするんですかうんお優しくやけどはいきれいにそのカルスが出てたら先に出たら根っこが出ないっていうかいうのも聞くんですけどそういうのもカルス削るんですかねカルスが出て、はい、ずっと根っこが出んかったら、はい、削ったらええと思うよああ根っこは出る場合もありますもんね、カルスが出て。それにそこから出るのも、ここから出るのも出るんやけど。やる気があったら、はい、株のやる気があったら、はい、いろんなとこが出てくるよね。あこんなとこからいうとこでも出るんやけど。はい、でもそんなに気にせんねん、言うても。ああ、そうなんですか。カルスが原因で根が出るんより、はい、株の中に根を出せれん原因が他にあるよ。いろんなことするよりも、はいまあ、ほとんどが鎖やな、ね、鎖に負けてしまうような感じですよ鎖の進行よりも、うん、直す力の方が弱まってしまうってことですよね、うん、へえ。まあそれを鎖があってそれをどうとかする方法があるのか教えてほしいの70度に温度上げたり70度は逃げるんじゃないですかそうそう逃げるよね真っ青になりますよね、うん、ワカメみたいになんかその方法は見つからんけん困ってるだけよね。あここから上が半分が生きとったらこの状態になって、はい、ここから下がダメってことやろ言うたらここから下がダメってことやろ、はい、今、はい、だけどここまでは行くもんね。あここまででも生かしてやろうと思うんや俺らは、はい、発根させて永遠に管理がそれは一番いいけど、はい、
無理な場合は、はい、こっから上だけでも生きとんやったら、はい、こっから上だけでも長く生かしてやろうと思うよね。こっから下が生きとんやったら、はい、こっから下だけでも生かしてやろうと思う。その先になんか新しい方法見つかって、はい、直せるかも。ああそうですね。まあ、こっから下だけでも生かしてやろうと思う。最悪よ、はい、真ん中が死んどる時はダメな時はどうするということになります。もう上も下も元気だったらそのうち治癒して直して かさぶたになっていくかなと思うんですけど。そう、はい、上も下もね、はい、どっちかはダメやん大体。そうですね、失敗するよね、はい、みんな上から来たとか下から来たとか、あ、真ん中から来たとかね、はい、そうですね。でもそれを殺菌剤でごまかしごまかし、はい、みんなよね、殺菌剤使うしか、それ以外の方法はないと思うよ。あ、上も下も健康的で、はい、普通にその環境が維持で、環境が維持できんかったらダメやけど、はい、環境が維持できたら、はい、まあ、大体45日で発根するよ。1ヶ月半で大体発根する。うん、その何やったあれ、72時間、はい、なんかあれやん、72時間、災害とかでも72時間が、あ、生存維持の確率ですか。博物45日という感じがするよね。B さんからですか、うん、あ、そうなんですね。45日ぐらいで、それは受け取って、あと株を手元にして発根開始出しようという時から。そうそう、45日、あ、45日で大体なんかできとるよね。あ、そうなんですね。大体パターン的に言うたらよ、はい、最初の1週間ぐらいで芽吹いてよ、はい、20日ぐらい、3週間ぐらいで葉に展開して、はい、大体1ヶ月ぐらいで発根、あ、A ペースだよね。あ、なるほど。上が全然ダメでも、はい、枝が全部切らない感じだってあるんやけど、はい、でそれが枝のカラスができて、はい、そこから芽吹き始めるのが1ヶ月半ぐらいやな。全部坊主にしとって、はい、はで 上のカラスができとったら下のカラスもできとる、大体同じもんやけど。あ、 そ, うです、ね、でそこで芽吹くいうことはよ、はい、下も芽吹いとるやん、根っこがちょろねが出とんやん、うん、はい、でそのちょろねが出て、これがちょうどいいよね、下の水があって、はい、ね、水があって根っこがきっと伸びてくれて、でここから水バンバン吸い出したら、はい、ここで酸素吸うて、うん、こっちから水吸うて、はい、でここにちょっと栄養入れといたら、はい、一瞬でこのぐらい。そうですね、うん、45日ですか。45日です。ああ、そうなんですね。自分が管理、 B さんの管理でですよね。そうだ、管理始めて、はい、管理始めてなんかそんな感じがする。あ、僕は逆にその60日とか80日くらいで出てきようんですけど、うん、もうほとんど乾燥出陣の繰り返しでやってるんで、うん、多分そのくらいかかるんかなと思うんですけど、うん、僕はだいたいそれですね、前の去年の8月15日くらいから上げたやつも9月、うん、10月、10月くらいまでかかったかなと思うんですけど、はい、なんでこれなんかあのトータル温度とかなんかもあるんやな。あ、あるかもしれないですね、積算温度、ね、はい、ね、俺らあのだいたい30度はい、高い時は日中35度ぐらいまで上がって、はい、夏場やったら40度ぐらいまで上がって、あ、そんな感じよ。メダカもそうですよね、なんかあの積算温度で卵は、ね、運ん、はい、その代わりその卵ある温度が低かったら、はい、成長止めて1回目は止まったりする、はい、ああそうなんですね。ちょっとね、はい、同じ高さにしよう。ああ、そういうことですか。で水の減るスピードも変わってくるし、はい、水のするスピードもすごいな。あ、発根したらめちゃめちゃ早い、はい、この水が減るんよ。あ、はい、1日で1センチぐらい減るんやけど発根するまでは減らん。ああ、そうですね。これ保険今日の留学生の分解よ。お、32度、32度です。32度設定で水を作る。おこんだけ、これ80リッター、こんだけあったら、あの、はい、殺菌処理も、最初の洗浄も全部。おー、オキシベランとかにつけるんですか。うん、オキシベラン。おー、今日は、あの、オキシベランつけんやん。あ、そうなんですね。今日、寝差しやけん。おー、ルートンでいいから。あ、ルートンですか。水耕せずにいきなり、腰水にする。うん、ああ、なるほど。今日日に届け、2時までに水温が上がるから上がると思いますよ。こんだけ暑かったら火が照らんかったらすぐ寒いよ。ああ、25、放射冷却とビニールハウス逆に寒から。そうですね、はい、本もう結局外気温になりますもんね。ここで寝ようね。
パケリスの心は分かったんやけど。でもコンクリートがぬくもとったら結構あったかいんじゃないですか。いや違う違う、あ、そうなんですね。コンクリートもすぐやけど。え、すぐですか。あ、すぐですか。あ、そうなんですね。火が当たっとる時だけやけど。おお。これ熱吸収せんのやないコンクリート、分からんけど。吸収してその後放射しませんか。すぐに放射しとんやな。あ、すぐなんですね。反射するやろ、はい、色が白やし、はい、これが黒かったら溜めるんやな。あ、まあ、確かに朝方冷たいですね。めちゃくちゃ冷たいよ。はい、まあ、待ってしょうけど、あの犬が本当にここへんか心配しそうなんだ。一緒に固まるんですか。植物やりだしたのもあるんね。はい、メダカのイベントを高松でしょうやいで、まあ言うたら、いや聞いてないです。メダカのイベントを高松でしよう、はい、初めて四国でやろう言うて、はい、あのメダカのイベントをやって、はい、ほなメダカのイベントは、はい、メダカの愛好家に対してのイベントしかないけん、はい、あ、メダカの愛好家をダイレクトに増やすという効果が薄いけん、あ、違うもんとコラボしようやいうことになる。あ、そういうことですか。ほんでそのコラボするのに大体同じような感覚の植物はどうやるか、生き物好きを集めるか言うて植物とコラボしてない。ほんで俺がその時に受付やるよって、はい、受付、はい、みんなが来てるところの受け付けみたいなのやるやつもね、はい、なんかまあまあ紳士的な人多いよね。お、今回のイベント、はい、俺イベントで参加せんの、ビンチは。あ、そうなんですね。なんでかって、おろしやけん俺らは。俺らがイベントでメダカ売ったら、はい、そこに何人も協力店が来とんのに、はい、俺らが売ったら俺らしか売れないしわけん、イベントでは売らんことにしよう。あ、そういうことですか。ほんで、あのそういうも含めて顔出しはあんまりせんかったんや。あ、小売店が目立たんかったら、はい、俺らみたいに生産者が目立ってしもたら、うん、いかんから多いんで。そうですね、はい、ほんけ、あの、まあそれで俺は受付しようってね、販売の方がせんけん、はい、ほなこれ紳士とかいっぱいあるぞいうことになって、はい、これ植物ちょっとええんやないんかい。へえ、植物のブース行ったらおしゃれなやつが、エスプレーとか、はい、展示とか、例えばコラボの植木鉢があったり、はい、限定物があったり、売り方がすごいおしゃれやし、はい、ショッピングカートとかあんなの見ても、はい、すごい綺麗なのよ。メダカとは比べ物にならんぐらい綺麗な色のもの。あ、これちょっと勉強してみようと思って、はい、あ、そっからなんですね。ミイラ取りがミイラになってしまったんですよ。植物の方からメダカに引っ張ってこいようと思ったら、はい、俺が植物の方から、俺が植物を始めるって言ったらビーンズのメンバーが3人ぐらいが俺もやろう。ああ、そうなんですね。そのきっかけってお話できるんですか。そのきっかけで、その、はい、なんかあの始めたきっかけも今僕集めるんですよ、うん、そのみんなそれぞれ の始め方があるんで、うん、初心に帰ったじゃないですけど、そんな感じ で、うん、それでシリーズ集めたいなと思ってるんですよね。それで、はい、もう2回も勝つと洋尺なんタイプやけど。あ、そうなんですね。あ、じゃあずっと回しておきます。